そり。茨城県ひたちなか市で行われているホンダの合同試乗会ということで、ホンダのさまざまな機種が一堂に会して、まあ、それが生き乗りできるということで、今私が試乗しているのはモーターショー、モーターサイクルショーなどで注目を集めていましたけれども、ホンダの新型クルーザー F6C です。フラット6、水平対向エンジン、6気筒エンジンを搭載しているというのが、まあ、大きな特徴であるわけですけれども、発進時から感じられるんですけれども、とてもパワフルですね。エンジンの回転上昇はウルトラスムーズという感じです。そして右手をひねれば必要なパワーをいつでもデリバリーしてくれるという感じで、コーナーの奥深いところで、かなりエンジンの回転がドロップしたんですけれども、そこからでもちょっと右手を開けてやればいくらでも駆動力が得られるという感じで、これだけ大きな車体というと身構えてしまう人も多いかもしれませんけれども、まあエンストとは無縁という感じで、かなり安心感の高い乗り味だと思います。このウルトラスムーズなエンジンですけれども、よく回りますね。そして回ったら回った分だけパワーが出てくるという感じで、ただ単に快適なクルーザーというわけではなくて、かなりスポーティーな走行も許容する、そんなエンジンになっているんじゃないかと思います。そしてですね、車体の方ですけれども、かなりしっかりしてますね。全く不安感がないです。速度を乗せられる場所に出てきたので、ちょっと引っ張ってみますけれども、速度は87キロ、そして回転計の方はですね、だいたい3500回転、これで3500回転なのかという感じなんですけれども、今4000回転、これぐらいになるともうロケットのような加速ですね。今5000回転、パワーをかけても相当リアのタイヤのグリップがいいというか、しっかりと路面を掴んでくれているという感じで、速度を乗せた時も安心感が高いです。一般道ではちょっとありえないような高速コーナーがあるんですけれども、そういった場所でも高速でありながらもかなり素直にコーナリングしてくれるという感じで、速度が乗った状態でも乗りやすい、使いやすい、そして十分なパワーが扱えるモデルということで、楽しいモデルに仕上がっているなという印象です。そして前後のサスペンション、程よくダンパーによって締め上げられているとは思うんですけれども、大きな重たい車体との組み合わせということで、かなりこのサスペンションもよく動くという印象ですね。はい、そしてですね、今静かなところに出てきたので気づいたんですけれども、実はエンジン音は低く抑えられてはいるんですけれども、結構刺激的な音質ですね。今伴走してくれている人と話していたんですけれども、ちょっとポルシェを思わせるような、まあ、エンジンの形式が同一というか、まあ、似ている部分があるので、水平対向の6気筒らしいエンジンを、刺激的なスポーティーな排気音も楽しめるようになっています。想像していたのと全く違うんですけれども、うるさく聞こえるということもなく、それでいて大人しすぎない、結構楽しめる排気音になっているなと思います。そしてハンドリング自体も安定性重視だとは思うんですけれども、シートに加重してやった方向に素直にステアリングが向いていくという感じで、とてもナチュラルな乗り味です。一昔前のちょっと癖のあるクルーザー独特のハンドリングというのとは全く別世界のハンドリングです。質は違いますけれども、まるでスポーツモデルに乗ってるかのような扱いやすさ、そしてコーナーリングのしやすさ、そういったものを兼ね備えているハンドリングになっていると思います。はい、この F6C ですけれども、まあ、このアグレッシブなデザインでモーターショーやモーターサイクルショーなどで注目されていたので、気にしている方も多いんじゃないかと思いますけれども、もし機会があればこの F6C ぜひ試乗してみていただければと思います。まあ、これはいい意味でなんですけれども、想像していた乗り味とはかなり違うという印象を持つ方が多いんじゃないかと思います。